こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。オーストラリアアマゾン室無料マニュアル。オーストラリアというブルーオーシャンに世界最強のアマゾンが進出します。物価が高く販売されている商品も少ないオーストラリア。この物販ブルーオーシャンに世界最強のアマゾンが進出します。ここで日本商品を売れば濡れ手に泡で動けることが可能です。 そのオーストラリアアマゾンにね、えー、正しく無事参加できるように、えー、参加してね、えー、どんな商品を扱ったらいいか、えー、そのための、えー、無料マニュアルを作成しています。オーストラリアアマゾン輸出無料マニュアルの内容は以下の5項目です。無料マニュアルが完成したらお知らせします。 文末のメールアドレス登録フォームにメールアドレスとお名前を記入してお待ちください。この5項目ですね。1番、Amazon アカウントが削除されないために絶対やるべきでないこと。2番、Amazon での無在庫販売が儲からない理由。3番、オーストラリアアマゾンに参加する方法。4番、アメリカアマゾン販売 NG 商品。5番、オーストラリアアアマゾンで販売すべき商品。 このうち2と4の項目についてはね、まあオーストラリアというよりも、えー、アメリカの話なんですけど、アメリカアマゾンでね、えー、無駄なことをして、アマゾンに対する日本人の印象を悪くすることがないように盛り込みました。まあ、すでにね、アメリカアマゾンでもうね、えー、ツールを使ってね、大量出品とか、まあそういうことをやられて、まあ、だいぶ日本人への印象は悪くなっていると。まあおかげでね、えー、アメリカアマゾン、 まあそういうツールの出現とかね、えー、無茶な無在庫出品者がいなければ、まあ、もうちょっとね、えー、儲かる時期長かったのに、まあ、今かなり、えー、初心者では儲けるまでに時間かかると、目利きができないと儲かんないというような状態になってます。まあ、アメリカがね、えー、今、無茶な出品者がいなくなって、まあ、ちょっとね、えー、市場が良くなってるんで、それがまた前見たく悪くならないように。 それとオーストラリアアマゾンがね、えー、せっかく儲かる、えー、市場が出現するんで、そこで同じようなことしてね、えー、市場を潰されないように、まあそういうのを考えて、まあ、このマニュアルを作ってね、えー、無料配布しようというようなことを考えました。アマゾンの特色、もうね、えー、大企業ですけど、結局は、まあジェフ・ペゾスが経営してます。ねえー、経営してるという意味がね、えー、通常であれば、 ま小さな町場の商店、ね、えー、社長が神様で、ねえー、全てワンマンで仕切ると。大企業になったら普通そ,のそういう経営はできないししないんですけど、アマゾンの場合はまあそういう経営をしてるという企業です。まあ、そのね、えー、ジェフ・ペゾスという強烈すぎるカリスマ経営者が全てを仕切るアマゾンとどのように付き合えば効率よく儲けることが可能か。まあ、この答えがわからずね、 多くの人が手探いで試行錯誤しています、まあ、しかし残念ながらほとんどの出品者はさまざまな理由で効率よく儲ける方法にたどり着けずります。まあ、その理由としてね、日本とアメリカの文化の違い、日本の経営者と、えー、米国の経営者の考え方の違い、ジェフ・ピズス以外の経営者とジェフ・ピズスの精神構造の違い、アマゾン以外とアマゾンの企業文化の違い、それと、 まああれこれ試す前にね、アカウントサスペンドやアカウント削除にあって退場させられちゃったと。儲、ね、ける方法、えー、までたどり着かなかったという場合もあります。転売アカデミーでは、Amazon とどのように付き合えば効率よく儲けることが可能か、その答えを持ってサポートしています。そのため、パソコン値の初心者でも、物販が初めての、えー、初心者でも、英語が全くできなくても、 副業が初めてという初心者でも稼ぎうにサポートしています。この実績ですね。30日で6075ドル。約70万円ぐらいですか。3012ドル。36万円ぐらい。11300ドル。130万円ぐらい。ね。それぞれ稼いでます。 作業スピードと資金によって差はありますが、初心者でもこのぐらいの売り上げには3ヶ月から6ヶ月で達成します。そしてこれはアメリカのケースなんでね、おそらくオーストラリアではもうちょっと早く、えー、目標額まで稼げるようになるというようなね、えー、まあ、目論見というか、えー、予想です。なぜ多くの出品者が Amazon サポートをする軸、ツール提供者が、えー たどり着けない、効率よく儲ける方法に転売アカデミーにはたどり着けたのかそれは以下の裏付けと私、ね、転売王堀秀夫一人で累計700人以上サポートしてきたデータの蓄積からです日本とアメリカと文化が違うことを理解した上でサポートしていますほとんどのアマゾン輸出実践者やサポーターは日本でしか暮らしたことがありません 海外との接点はインターネットとたまに行く短期の旅行ぐらいでしょう。私は1990年にニューヨーク・マンハッタンの語学学校に通っていました。また2013年から今年まで3年半オーストラリア指導人に住んでいました。旅行もアメリカ西海岸を2ヶ月かけて回ったり、3ヶ月かけてヨーロッパを回ったりしました。また日本人は宗教にも興味がないので、 聖をを読んんだこともなくキリスト教の考え方を理解していません私は三大宗教である仏教、キリスト教、イスラム教、それからユダヤ教がどんな考えで何を教える宗教なのかも研究しました。そんなわけで日本とアメリカの文化の違いやなぜ違うのかその理由も理解できています。日本の経営者と米国の経営者の考え方の違いを理解した上でサポートしています。 日本の経営者と米国の経営者の考え方の違いこれは日本と米国の社会構造の違いに起因しますまず従業員の質日本はサラリーマンや役人になるために最適な教育を義務教育として受けさせその延長で大学や大学院まで教育するという特殊な国です、まあ、日本にいると当たり前ですけどねこれは実は海外から見るとかなり特殊な教育方法です そして経営者の資質日本の場合経営者とは社内出席予想に買ったサラリーマン経営者が運営する大企業、または大企業を作り上げる目標は持っていない零細企業経営者です。働く人たちも経営者も質なわけですから、全く違った運営になるのは当然です。このような日本の経営者と米国の経営者の考え方が違うという前提を理解した上でサポートしています。 ジェフ・ペズス以外の経営者とジェフ・ペズスの精神構造の違い普通の経営者は経営学を学んでいますしかしジェフ・ペズスは哲学的というか宇宙的というか量子力学的というか独特な経営哲学を持っています欧米のスタートアップ企業の経営者は独特な経営哲学がある場合が多いですがその中でも異色ですアマゾンの前に ジェフ・ペスがつけた会社名がアブラカタブラから取ったカタブラでしたしかしカダバーと発音が似ているので全ての流れが注ぎ込む広大なアマゾン側から名前を取ってアマゾンに社名を変えました何でも叶う魔法の言葉から社名をつけたわけです目指したのは利用者にとって魔法のように便利なサービスを提供する会社あるいは自分にとって魔法のように夢を叶える会社 お金そのものではなく、その会社ができること、あるいはその会社を作ることによって、自分ができるようになることに興味があったと予想できます。ジェフ・ペゾスは世界の小売販売、物流を支配するという目標のもとにアマゾンを育てています。これは設立時に公言していたことです。ちなみに、ペゾスが子供の頃に夢に見た、宇宙旅行程度なら、以前の投資会社にとどまっても達成可能だったわけなので、 もっと達成困難な夢を目指したことは間違いないでしょう実は私も子どもの頃というか20代まで宇宙旅行を目指していました宇宙旅行を目指したことがない普通の人には宇宙に行きたいなんて夢がある気がしますしかし多分現実はあまり夢があるかわいい理由で宇宙を目指すわけではないですこの世に嫌気がさしたか退屈して達成困難な目標を持たないと生き続けていく気力が湧かないので 壮大なというか、高頭無形にも思える目標を持つ場合が多いです。ジェフ・ペゾスとスティーブ・ジョブス、ビル・ゲイツというインターネットを代表する企業を作った3人とも、全員実の親ではなく、里親に出されたことは偶然ではないと考えています。このように普通に考えれば、アマゾンのサポートをするのに、そこまで考える必要はないだろうというところまで考えてサポートしています。 アマゾン以外とアマゾンの企業文化の違い。スティーブ・ジョブスとジェフ・ペゾスに共通する特色。例えば、エレベーターが一緒になったというほんのわずかな時間でも、一緒に過ごすことは吐き気を催すほどの恐怖以外の何者でもない。そして社員は全員スティーブ・ジョブスやジェフ・ペゾスと一緒に働くのではなく、社員は全員スティーブ・ジョブスやジェフ・ペゾスのために働く。 そして、スティーブ・ジョブスやジェフ・ペゾスが思いつきや偶然で引っ張ってきた人材を今までの経験抜き、経緯抜きに徴用する。このため、社,社内の加圧投資は悪いです。アマゾンは部署が違えば交流がないというより、部署が違えば、あるいは役職が違えば敵です。これは若い会社というより、歴史ある財閥系企業や役所に似ています。歴史ある財閥系企業や役所は顧客なんて、 見ていません。顧客は眼中になく、社内政治と保身の身に意識を向けています。アマゾンは誰にも見えない未来を見る船長、ジェフ・ペゾスが舵を取る。各持ち場の長は、常識から,識から考えると、冗談にしか思えない指示を受けて、正しく部下を導けない。そして、いつ船長の機嫌を損ねて、撃ち殺されるかビクビクしている。 船員たちはあまりのスピードに追いつけず目的もわからずごめいている、まあ、こんな船は普通ならナンパするでしょうが船長ジェフ・ペゾスは天才で億万長者なのでナンパはしません私たちマーケットプレイスを利用するセラーはこの船に、ね、乗せてもらってお手伝いをしてお立ちをもらっていますしかし船に相乗りするならどんな船かわからないと荒海に放り出されますあれこれ試す前に アカウントサスペンドやアマゾンサク、アカウントサスペンジやアカウント削除にあって退場させられた。私はアマゾン輸出に取り組んだ初期にはアカウント削除を恐れずに削除される基準を探りました。そして何回かアカウントサスペンドあるいは削除されました。またサスペンドされたアカウントの削除を開始して復活させるサポートも数十件しています。 そしてアカウント削除された人に別アカウントで Am 室に必要 Amazon 室に取り組むサポートも何十件しています。その経験で削除される基準、復活できるか無駄かの目安が分かっています。しかしほとんどの塾の教えを信じるとアカウント削除されます。そして一度アカウント削除されると別アカウントでの運営も失敗しています。 考えなしの行き当たりばったりに Amazon カウントを運営していることに驚きます。スリーアウトルールアメリカはベースボールが盛んです。野球はスリーストライクでワンアウト、スリーアウトで攻守交代です。スリーアウトで退場というルールは社会全体のルールの前提,前提として一般にあります。スリーアウトルールは アカウント削除されないようにする、あるいはアカウントが危険な状態だと予測するための基本的ルールです。結構な売り上げを上げている Amazon セラー、そして軸を作ってサポートしている人、驚くことにこのルールを意識している人はほとんどいません。Amazon ガイドラインを守っていれば大丈夫という役に立たないことがはっきりしている願望にすがって Amazon で物を販売しています。 実際は Amazon のガイドラインに違反してもアカウントを削除されないこともあります。Amazon のガイドラインを守ってもアカウントが削除されることもあります。Tenby Academy では Amazon アカウントをサスペンドされないための運営を重視しています。そしてアカウント削除された人に別アカウントで Amazon 輸出に取り組むサポートも可能です。ブログなどで得られる、こうすれば複数アカウントが運営できるという情報は通用しません。 複数アカウントのチェックに対して Amazon はほぼ Google 並みのテクノロジーを持っています。そこまでやるとかというところまでチェック可能です。間もなく Amazon がオーストラリアで物販を開始します。日本に住んでいるあなたはオーストラリア Amazon ア副業で今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。オーストラリア Amazon アで儲けるための正しいノウハウがわかる無料マニュアルを作成しています。 マニュアルができたらお知らせします。メールアドレスとお名前を記入して登録するをクリックしてください。ご登録お待ちしてます。以上、天ンアカデミー、堀秀夫でした。